足りないものが多いわね。以前と比べてこの軍玉閣にはまだ多くのものが足りていないの。私の所蔵する数々の書籍、家具、装飾品、すべてかつての軍玉閣とともに海の中へ落ちていったわ。それらのほとんどはあの災害時に破損してしまったの。壊れていないわずかなものも海面上に散らばっていて、回収が極めて困難。水上での作業が得意な人にしか任せられない仕事ね。ただ北斗がそれらを回収できるかどうかはわからないけど。え、北斗にそれらを回収させに行ったのか？させるというのは正しくないわね。私たちの間にあるのは常に公平な交渉よ。お金以外に他の報酬もあるわ。こういうことは複雑なのよ。とにかく北斗は今古雲閣一帯にいるわ。もし興味があるのならそこへ行ってみて。もしかしたら彼女の助けとなれるかもしれないわね。北斗は今古雲閣の近くで私のために散乱した軍玉閣の収蔵品を回収しているわ。興味があるのなら行ってみて。あの面倒な女め。海に落ちて粉々になった軍玉閣だ。その中に収蔵されてたものもどうせ全部壊れてるに違いないってのに、それを回収するだと？おお、旅人じゃないか。どうしてあんたたちが？おお、そうか、ちょうどいい時に来たな。今船員を総動員してるんだが、それでも人手が足りてないんだよ。ほら、深淵にまで手伝ってもらってるくらいだ。なんで深淵が船にいるんだ？あ、もしかしてライブでもあるのか？そうだぜ。つっても正式なライブじゃねえんだけどな。北斗さんが宴会をやるって言うから、あたいが何曲か歌いに来たんだ。でも始まる前に突然行幸の秘書を名乗る人がやってきて、北斗さんを連れて行っちまってさ。百分か百行って言ったっけか。あんま覚えてないんだが、とにかく行幸の気まぐれで海の上にある収蔵品を回収してやることになった。もちろん多額の労働費用を支払ってもらう代わりにな。報酬には文句のつけようがなかったから、この仕事を引き受けたのさ。回収には必ず小さな船を使う必要がある。だが船体で動かせる小舟はもう全部出しちまっててな、今は使える船が一隻も余ってないんだ。あんたが船を？ならちょうどよかった。あんたの船に乗るとしよう。人手は多ければ多いほど効率も上がる。宴会を開いてこの祭日を祝うためにもさっさと終わらせようぜ。旅人、これがあんたの船か？なんというか小さくて精巧で悪くない。うん、海面上のものを回収するのにぴったしだな。ただちょっと狭いから琴をちゃんと持てないぜ。深淵、あんたのこと私に当たってるんだが。おっと、ごめん、すぐどけるから。ん？なんで琴の下に歯がついてるんだ？もちろん御神用さ、火も吹けるんだぜ。まあ今は祭りだから披露はやめておくけど、ほら、こういう言葉があるだろ。1万回起きることは怖くないが、万が一のことは怖いって。あんたたちの船を燃やしたら大変だからな。そのこと、使い道がたくさんあるんだな。待った、あそこにいるのって砲塔団？海の上で何してるんだ？
まさかあいつらも回収を。旅人、もっと近づいて確かめてみよう。あれ、砲塔団のやつら岸に上がったぞ。多分仲間と合流しに行ったんだろう。旅人、船の速度を上げてくれ。やつらに追いつくぞ。おい、お前らやめろ。なんてことしやがる。北斗の姉子のことも知らねえのか。北斗の姉子、お久しぶりです。相変わらず鮮やかな身のこなしで。カルメン、久しぶりだな。また少し太ったんじゃないか。そのままだと茂みに体を隠せなくなるぜ。姉子の冗談は面白いですね。本題に入ろう。これらのものは私が回収する。持ってるものを全部置け。悪いようにはしない。はい、北斗の姉子の言う通りに。お前ら持ってるものを全部置け。では全てここに置いておきますので、私たちはこれで。すんなりと協力してくれたな。逃げるのも早かったな。うん、あいつらに構ってる暇はない。早く海に出て回収の続きをしよう。そうだ、あいつらが置いてったものを船に運ばないとな。旅人、ちょっと手伝ってくれ。ん？海に何か浮かんでるぞ。よく見えないな。とりあえず回収しよう。さあ、私が舵を取る。旅人、深淵、あんたたちはあそこにあるものを回収してくれ。あっちを見ろ、砲塔団のイカダだ。でも、なんで誰もいないんだ。カルメンがあいつらを撤退させたんだろう。物分かりがいいじゃないか。私たちは引き続き回収をしよう。早く回収しろ。散らばってる小物は諦めて、金になるものだけ持ってくぞ。それと人を手配して船を組み立てろ。そこまでだ。持ってるものを下ろせ。北斗の姉子、どうしてここに。トンズラ、ここで何してるんだ。いや、その運よく大当たりを引いたもんで、会場から回収してるんですよ。北斗の姉子、お好きなものをどうぞ。これは私どもの敬意の証です。受け取ってください。そうか、じゃあ全部もらおう。それはいくらなんでも筋ってもんが。ここまで頑張って集めたのに何もないっていうのはどうなんでしょう。それはあんたたちが触っていいもんじゃない。もう一度言う。物を下ろしてここから去れ。そんな。北斗の姉子、どうか恩情を。どうやら時間稼ぎをしてるようだな。だったらこれ以上の無駄話はなしだ。来いよ、とことんやり合おうじゃないか。はい、通り船は完成して、もう準備できてます。親分、見てください。北斗の姉子、なんてこった。撤退、撤退だ。親分が撤退した。俺たちも逃げるぞ。あ、逃げていくぞ。すみません、北斗の姉子、また後日野郎どもと一緒に償いをさせてください。あいつら逃げるの早かったな。まあいい、物もほとんど持っていってないみたいだしな。だがここにあるものはかなりの数だ。あんたの船に全部は積めないだろう。うん、そうだな、船にあるものを下ろしてここに置くことにしよう。回収の段取りでは海流たちの船がここを通るはずだ。その時あいつらに持ち帰らせればいい。旅人、あんたは先に軍玉閣に戻って
行幸に伝言を届けてきてくれ。内容はそうだな、物はもうほとんど回収したから報酬を準備して待ってろってな。お、じゃあ頼んだぜ。カルメンとトンズラも来てるってことは、まさかあの宝刀団の姉貴も来てるのか。カイリュウたちに警戒を高めるよう言わないとな。カイリュウのやつ、なんでまだ来ないんだ。まさかあいつらも宝刀団に遭遇したのか。宝刀団にもいろんな性格のやつらがいるんだな。おかえりなさい。どう、北斗の方は順調かしら。宝刀団も関わっていたとは、確かに厄介だったようね。今回は追い返せたようだけど、それは一時的なものにしか過ぎないわ。彼らはそれ式のことで諦めるような連中じゃない。でもこの件は北斗に任せましょう。彼女はああいう人たちの扱いが上手だからね。彼女の報酬もきちんと用意しておくわ。事の顛末を知らせに来てくれてありがとう。あなたたちにも報酬を用意したから受け取ってちょうだい。それじゃ、私は他の用事があるからこれで。祭り楽しんでいってね。